カードを入れていただいた順番にくじ引きをさせていただきますので、くじ引きをして、で、エスパートの順番に1、2で選択します。よろしくお願いします。OK です。カメラで急出し出ると、スタートします。はい、それまで進みます。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。頑張った。はい、ではお願いします。6番アイアンですね、持ってた6番アイアンで多分左からスライス見に行くと思います。なるほど、風はちょっと左からのフォローに感じます。左向いてるね、やっぱりね。これはちょっと捕まっちゃいましたね。奥のガードバンカー、まあ、奥の方がいいですね。奥の方がいいですか、面を一つで使えるね。まあ、一つの狙いだとは思うんですよね。そうだね、はい、左のバンカーでもよしっていう感じだったね、はい、いいとか、まあ、長いクラブで低く押さえながらですからね。140エッジまで142って言ってますね。この木効いてるよね、本当に。この木がね、ロングヒッター泣かせ。145の160ね、ちゃんと大丈夫。最終確認をキャディーで行いました。うん、どう、ドリを抜けていきました。
星野もどうやら奥のバンカーでしょうね。これは同じ。でも転がってこないってことは、目玉っていうことはないの。2つバンカーありますね。ここから同じく第3打を打つということになりました。2人とも五分五分ですね。プレーオフまず石川です。まあ、ここは左のバンカー OK と、そうですね、いうことで打って、まあ、手前よりも奥の方がいいということで、そのバンカーですね。そうですね。どうしても飛ぶとこのここに来ちゃうんですよ、ティーショットが飛ぶと。そして一方星野は低い球、これもうまく打ちましたね。枝に当たったらもう池ですからね。これは石川よりも同じバンカーですが、少し先の方にボールがありました。そうですね、難易度としては、まあ、ちょっとスタンスとボールの位置関係を見ると星野君のがちょっと辛いですけどね。さあ同じバンカーに入れました。これどちらが先にということになります。石川からですか。先若干の左足下がりですけどね。2人ともバンカーうまいからね、多分足を使っていくと思うんですよ、スピンじゃなくて。ここで止めてきました。悪くない。次がバーディーパット。最高ではないけど悪くない。本人苦笑いです。思ったより行ってしまったというところですか。まあでも、もうそんなミスって言えるようなショットじゃないです。全然。あとはね、やっぱりちょっと雨で湿ってますから、はいはい、思ったよりも跳ねたのかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、砂が固くなる、締まる分だけね。そして星野陸也のバンカーショット。これもちょっとねコブがありますからね、それの手前に落ちて転がっていくっていう形ですかね。角度的にはこっちの方がちょっと難しい。嫌ですね、奥の池がありますから。コブがこっちの方がかかってくるもんね、はい、ちょうどピンの手前 4,5 メートルのところにマウンドがちょっとあって、頂上ぐらいに落ちてしまいましたね。近いのは石川です。ほんのちょっと先だったね、狙いより。バーディーパットは先に星野陸也が打ちます。さあこのパット勝負になります。50回記念大会プレーオフに入りました。まあ少し池が気になるという話もあったんですが、まあ、かなり柔らかい砂ですが雨を含んで、まあ、少し風がね、フローの風がちょっと強く吹いたね、この打ってる時に、ピンフラッグがかなり向こうなびいてたんで。2週間前に自身の6勝目を挙げている星野陸也、そして石川勝てば2019年以来3年ぶりの優勝となります。この御殿場で勝てば10年ぶり。先に打つのは星野陸也、バーディーパット。先にプレッシャーをかけられるか。距離的には加瀬さんどうなんでしょう。3メートルぐらいですかね。
ちょっといや、うん、なんとも言えないいいパットしっかり打ちましたけどね。入るか入らないかっていうのはもう運ですよね、うん、こうなれば、はい、星野陸也らしくしっかりと打ちました。さあこれで石川決めれば優勝です。10年前、通算10勝目となったこの御殿場での勝利、あの時も雨でした。10年経った今日も雨が降っています。決めれば優勝です。石川も決め切ることはできませんでした。まず石川遼パーです。やっぱり動かなかったね、手が。それはプレッシャーかかるよ、本当に3年ぶり。はい、プレーオフは続きます。2ホール目に入りました。
いですか。ちょっと少し。ティーショットを打ち終えました。フェアウェイの星野に対して石川ティーショットを右に大きく曲げています。ボール確認できましたか。前は、まあ、グリーンは狙えないですけど前は空いてます、フェアウェイ左サイドの方は100以内の方には持っていけると思います。あ、そう。ただね、ちょっと石川のセカンドショット、プレーオフは2ホール目に入っています。まあ、これだけスイングも素振りでできれば、そうですね、前空いてるしスイングできますからね、まあ、そこそこいいところまで打ってこれると思います。ちょっとスライスを打つ感じですね。の思ってたところよりも一本左来ましたね。まあ、そう。はい、ラフ。ラフ。ラフ、はい。もうちょっと右ね。右もね空いてたんですけどね。これはね左行ったらスライスがいるんですよ。ですからどうでしょうね。もうちょっと右でよかった。一本右行けると思ったんですけどね。そうするとウェッジでは打てると思うんですよ、ね。そうだね。100以内に入ってきますからね。これを見て星野はアイアンを抜きました。アイアンで届くんでしょう。届くんですか。これは楽勝ですね。そう、どうでしょう。ここはまず確実にグリーンを捉えるショット。決めきれないね。ちょっとダフった感じしましたね。そうですか。さあ3打目勝負の石川、そしてセカンドショット左のガードバンカーに捕まった星野陸也です。ではプレーオフの1ホール目をハイライトでご覧いただきます。72ホールでは決着がつきませんでした。ティーショットはそれぞれ右のラフに捕まりました。石川のセカンドは奥のガードバンカーに捕まりました。一方星野はドライバーで打ってきてこの位置です。低く出して星野も同じガードバンカーへ。さあここからの3打目勝負ということになりました。先に打ったのは石川。さああとはこの内側につけられるかという星野でした。
このバンカーショット、わずかに石川の奥につけて先にバーディーパットを打つのが星野です。入ったと思いましたね。ここはカップに蹴られて、石川は決めれば10年ぶりの優勝となりますが、決めることはできませんでした。お互い18番パーとして、勝負の行方はプレーオフ2ホール目に入りました。さあここから3打目の石川はラフから、そして星野は手前のガードバンカーから、ね、はい、距離はね132なんですけども、はい、ライは球はちょっと沈んでますが順目のライですね。でもキャリーでピンの位置は嫌ですね。来るのは怖いよね。でも来ないと、はい、来ないとノーチャンスだよね。ゆっくり打ちましたね今の。段登ってきた。これはいいところ。手前につけました。この3打目がここで出ました。あそこで3ヤードしかないですからね。ここっていうところですね、はい、もうこれはもう完璧なショットでしたね。まあ、沈んでても順目だったのが良かったですね。そうですね。で、やっぱりね、ちょっとこうドロップも考えなきゃいけないんですけども、うん、あのダウンスイングのスピードを落としてドロップを抑えましたね、うん、そこがゆっくり振ったというところだったんですね。さあこのすぐもう手前は段でしたが、ギリギリ乗せてきています。さあバーディーパットとしては中島さん、いいところにつけましたね。一番いいところですね。さあこれを見てから星野は3打目、ここで陸也君が72ホール目のセカンドを決められなかったじゃないですか、グリーン乗せて、決めればバーディーだったからね。でこのセカンドもベストポジションから乗せられなかった。この2つのチャンスを逃したっていう心理状態がどうこのバンカーショットに出るかですね。まあ、先ほどはこの奥のバンカーだったんですが、今度手前のバンカーから、こちら難しいですね。難しい、はい、狙い的にはですね、はい、ピンの左50センチから、50センチぐらいかな、まあ、キャリーをどれだけ出せるかですけどね。かなりまた風が出てきているようです。まあ、上の段に乗せられなかったらもうちょっと厳しいですね。三井住友ビザ太平洋マスターズ50回記念大会はプレーオフに入っています。8アンダーで並んだ石川と星野。さあ石川は3打目をチャンスにつけました。星野陸也ガードバンカーからの第3打です。ライは問題ないですね、ええ、どこまで距離感を合わせられるかですね。残るか。あ、落ちる。あ、動いた。行け。どう？止まる？止まれ。雨で濡れている分、止まった。止まるか。止まった。止まりました。よく止まりましたね。あれ晴れてたら池だよね。はい、間違いないですね。スピン効かせていいショットだけど、ちょっとは雨の恵み。まあ、それだけ違うんですね。違う。雨があるない。雨がなかったら危なかったですよ。まあ、バックスピンをかけていいショットだったんですけどね、うん、いやもう何とも言えないですね。まあこれがプレーオフですね、はい、もうできることはほぼやってますよ、はい。まあ、エッジまで行きましたけど、先ほどのラインに近いですね。お、まあ、距離は長くなってますけどね、まあ、ここもしっかり星野らしく打ってくると思います。先ほどプレーオフ1ホール目と同じようなラインというところ、先に決めてプレッシャーをかけたいところです。まあ、でも簡単に強く打てるパットじゃないよね。入る確率どうだろう。1割もないよね。そうですか、うん、
だけどこのプレーオフっていう時は、はい、何が起こるか分からないですからね。あの心理状態はもうかなり2人とも高いですから、集中力が高まってますからね。慎重にラインを決めていきます。一方の石川3打目ピンの真下、もうこれ以上ないというところ手前につけています。ベストポジションですね。ただ少し距離が長くなった分、そして雨もかなり強くグリーンを打ちつけています。そのあたりのスピード感はどうでしょうか。やっぱりだいぶ違いますよね。違いますか。だいぶ重たいですね。でも陸也君は強く打つタイプなんで、はい、まあ、そんなに極端な影響はないと思いますけどね。弱く打つタイプの人間は雨困りますね。先にバーディーパットを打ちます。打ちました。ナイストライです。ナイストライ、仕方ない。さっきがカップの左縁を蹴って、今度は右を抜けて、さっきのパットが少し頭の中に残ったのかもしれないですね。さあ亮君、再び石川遼、決めれば優勝。石川君これ決めれば、決めなきゃダメですね。これは10年ぶり最多に並ぶ3度の優勝なるか石川遼、自身通算18勝目がかかります。距離は4メーターぐらい近くありますね。決めた石川遼、勝ったのは石川遼。10年ぶり三井住友ビザ太平洋マスターズ記念の50回大会を勝ちました。10年ぶりです。苦しんだ3年間、3年ぶりのツアー優勝はやっぱりこの御殿場太平洋クラブ御殿場コースが彼の復活の舞台でした。中島さん、はい、決着がつきました。よく耐えましたね、まあ、本当に星野君がね、いいティーショット打ったのが飛びすぎて、まあ、バーディー取れなかった72ホール目もありますけど、やっぱり石川君の粘り頑張りがこの勝利を取ったんでしょうね。結びついたんですね。今週は大ギャラリーの毎日でした。その大ギャラリー、やっぱり似合う男石川遼、この御殿場で復活優勝です。10年前も中島さん、雨の中の通算10勝目、はい、あの時の涙でした、はい、仲間たちが迎えます。ありがとうございます。勝者の人、いいですね、やっぱり優勝っていうのはね、信じられない。この記念大会40回、そして10年経った50回大会、石川遼が再び制してみせました。ありがとうございます。待って、ありがとう、ありがとうの声が止まりません。みんなの思いに応えたいんだ、そう石川は話していましたが、今週主催者の思い、ギャラリーの思いに石川遼は応えてみせました。それでは優勝インタビューです。見事50回の記念大会を制しました石川遼選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんな思いが込み上げてますか。いやちょっと正直信じられないです。まだ自分がこう優勝したっていう感じで扱っていただいてるんですけど、本当に自分が優勝したのかどうかっていうのはちょっとまだ実感がないっていう感じです、はい、プレーオフ2ホール目もティーショットは右に行ってピンチもありました。ただ素晴らしい3打目もありました。あの辺り振り返ってください、はい、そうですね、思いっきり1ホール目の、チャンスを引きずったままティーショットを打ってしまって、まあ、非常に苦しい流れだったんですけど、なんとか打てるところにあって、左のラフまで持っていけて、そこから、130ヤードぐらいだったんですけど、ピッチングウェッジで打って、まあ、なんとか上の段に同じ段に乗せられたんで、本当パッティング勝負に持ち込めた分ちょっと良かったかなと思います、はい、
カップに吸い込まれた瞬間どんな思いになりました？何も信じられなかったので、なんかこう本当に、まあ、本当狙ったところには打てたパットだったんですけど、最後まで、入ったっていうのはちょっと確信できなくて信じられないっていう気持ちだけでした、はい。この三井住友ビザ太平洋マスターズ、勝つのは10年ぶりですありがとうございます。10年ぶりっていうのがちょっとなんか不思議な感じなんですけど、まあ、2010年と12年に、優勝できて、まあ、その時10代の時と、まあ、21ぐらいだったのかなと思うんですけど、まあ、31になってまたこの素晴らしい大会で勝つことができて非常に嬉しいです。あの10年前も雨でしたね。そうですね、本当そうでしたね、はい。まあ、晴れてるのも晴れてるので、こうあまり自分としては気にならないというか、本当そのコンディションでベストを尽くすだけだと思ってます、はい。そしてこの大会3回目の優勝は史上最多タイということになりました。ありがとうございます。いかがでしょう？いや、もう本当にずっと子供の頃からあのテレビで見てた大会で、憧れの選手ばかり出場していて、まあ、僕は本当2000年ぐらい の, あのイメージが非常に強いので、リー・ウェストウッド選手が連覇をしてた時っていうイメージが非常に強くて、早くこのコースで出場したいなと、プロになりたいなっていうのを夢見てきたので、まあ、本当に今までも本当大好きなコースでしたけど、まあ、より一層、好きになりました、はい。そしてツアー優勝としても3年ぶりということですから、苦しかった時を乗り越えましたね、はい。そうですね、本当にいろいろなことに取り組みながらも、まあ、自分としてはやっぱ結果を出したいなと、全ては本当結果のために、結果を出すためにやっぱ取り組んできていることなんで、まあ、これから甘んじずに、もっともっと上を目指していきたいなと思います。そして石川さん、周りを見渡してください、はい。これだけのファンの皆さんが雨の中見つめてくれました、いかがでしょうか？いや、本当に昨日もそうでしたし、まあ、木曜日から本当にたくさんの方に見に来ていただいて、3日目の途中ぐらいでこう涙が出そうになるぐらい素晴らしい景色だなっていうのは感じたので、もっともっと頑張らなきゃいけないなという思いで、ずっとプレーをしてました、はい。ではテレビの前の皆さん、そして今日集まっていただいたファンの皆さんに最後にメッセージをお願いできますか？はい、いや本当に今この場に来て、今いらっしゃる皆さん、はじめ応援をしてくださった皆さん、まあ、自分のチームの、サポートしてくださった皆さん、本当に心から本当感謝してます、またこれからも、今の自分というものに甘んじずに上を目指していくという気持ち、本当強いので、またこれからもよろしくお願いします。若い選手も続々と出てきてますが、はい、まだまだ健在ですねそう言われるように頑張ります、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。見事優勝の石川遼プロでした。ありがとうございました。